はい、撮影を再開します。通称ロシア病院、海軍第三火薬廠の舞鶴工場、後編になるのかな。前回の動画の終わった後にさらに奥の方に来ました。またね、建物があるみたいなんですけど、ちょっとね、雨で足場も悪いし、傘差しながらなんですけど、こちら行ってみたいと思います。やぶ込みはしなくちゃいけないんだよね。これどうしようかな、機械濡れるのやだしな。ちょっとね、機械を保護しながら行きたいので一旦撮影止めますね。次は中でお会いしましょう。はい、建物の内部に入ってきたんですけど、前半の時に撮影した建物ってね、ほとんど変わんない、同じ建物がまたあるって感じ。でね、ここを出ると、前編で紹介した建物と同じようなね、こういう、なんて言うんだろう、カーポートみたいな、雨だからやだな、カーポートみたいなね、なんかこういう建物がずっと向こうの方に続いてます。だからここら辺までは人の足跡があるんだけど、こっから先ね、あ、同じ建物だってことで多分誰も行ってない、ここでみんな引き返すんだろうね。あそこからね、やぶがひどくてこれ以上はちょっと行けません。建物見たいんだけどな。こっちもだからおそらく同じような建物があるんだと思うけど、この時期に来てこのやぶだからちょっとやばいね。なんか取れ高があるといいんだけど、この建物何なんだろう。入り口がない、反対側かな。もうね、やぶがひどくてこれ以上行けないんですよ。ただ建物の作りはね、前半と一緒なんで、ひょっとしたら同じような建物が続いてるのかなと思います。なのでね、なんかここにもね、機械があるんですよ。なんだろうねこれ。当時の遺構なんだろうけど、あ、また雨上がってきたな。もう雨がひどくてさ、機械が濡れちゃうから嫌なんだよな。もう今日おとなしく家で動画編集してればよかった。でもね、月曜日が僕休みなんですけど、暇なんでね、どうしても撮影に行きたいなと。で、行きたいとこいっぱいあるんだけど、とりあえずここはね、雪がね降るとなかなか来づらいので、急遽今日は来ました。もうこれからね、冬になるので、山の中、特に福井とか京都の北部の配送もちょっとめぐれないと思うので、それはまた来年年が明けて暖かくなってから再開したいと思いますね。ここ同じような建物がやっぱり続いてる。ここから入っていった人がいるっぽいけど、ちょっとやぶがひどいな。どうしよう、なんか面白いのないかな。建物はね、やぶの中に見えるんですよ、こういう感じね。だけど同じ建物がね、おそらくつながってる。だから前半の動画を見たら、この動画多分見る必要ないんじゃないかな。ただここね、アプローチがあるので、この先にまだ何かあるのかなと思って、ちょっと今奥の方まで歩いて行ってるんですけど、あ、だいぶ晴れてきた、よかった。もうこれ以上何にもないかな。ひょっとしたら今これ後編として撮ってますけど、前半のお尻の方にくっつけて撮影を終わりたいと思います。これ石垣か。ちょっとね、やぶがひどすぎて分かんないかもしれないです。ここに石垣があります。これ以上先何もないかな。ちょっとね、雨が上がったので傘を外して、あ、なんかある。これはひょっとすると、あ、
これがあの翻訳庫ってやつですよね。394って書いてますけど、これ進駐軍がだから書いたっていうやつですよね。ごめんなさい、まあなんかみんなの動画を見てるんですけど、これ扉開いてるな。まあ粉の火薬をね入れてた。あーちょっと待った、これここやっぱ悪いやつが来てんな。バイクがね解体されてる。多分盗難バイクだろうね、これ。部品だけ取っていらないところは放置してる。こういう使い方ダメでしょねえ。あ、また雨降ってきた。ほらめちゃくちゃ降ってるんですけど、いや、あとはもうこれ、ここがちょっとピントが合わない。ここに一時的にだから出来上がった火薬、いわゆる加工前の粉状の火薬を一旦ねしまっておく、貯蔵しておく倉庫だったと言われています多分いやこれひどいな。だけどバイク、盗難バイクだろうねこれ。もうここまで来るんだ。だけどそういう輩がいるんだったら怖いな、出会うとね。ここが雰囲気ね。あ、やっぱまだ一個あるね。この先奥にまだ何かあるのかな。この394ってどういう意味だろう。だから太平洋戦争で日本が負けて、進駐軍、アメリカ軍がここをチェックしに来た時に書いた数字なんでしょうけどね。この394っていうのに一体どういう意味があるのかちょっと僕は分かりませんけど、この先はさらに何かあるのかな。雨が降ったり止んだり、もうないかな何も。竹がすごい。でもこういう京都のね山の中にこういった戦争遺構がね未だに残ってるっていうのがやっぱりすごいな。僕も当然戦争を知らない世代なので、ただ僕は歴史がねすごく大好きなので、学生の時にちょっとね史学、歴史学を勉強したんですけど、あんまり頭が良くないんで、もう記憶としてはあんまりほとんど残ってないかもしれませんけど、何かアーチが見える。すごい。あった。何これ。あ、これがあれか。これがいわゆるなんだっけ、防爆土塁ってやつかな。製造で万が一爆薬が爆発した時に、その炎症ならぬ炎爆とでも言うのかな、爆発が他の工場に燃え移らないようにここに土塁を作ってね、よその工場が爆発しないように防ぐための土塁だと思います。だからこのアーチのところ昔扉があったっていう話を聞いてるんですけど、わすげえなここ。だから扉があった形跡、ひょっとすると、ああでも金具、あそこにあるねやっぱりね。金具がねあそこにあるので、おそらくだけど
扉があったと思います、ここにね。うん、はい。でここにもね、やっぱり工場がある。392、うん、ん、あ、これはこの動画、ここの動画を撮る人が必ずね目に入ると思う。なぜか発電機がほかしてあります。ほかすって、まあ捨てるってことなんですけど、これは不法投棄なのか、もともとあったもの、いやでももともとあったにしては年代が違うな、いらなくなったから捨てたのかな。へえ、いやこれすごいな、このアーチ状のねえ防爆土塁。これ以上上はなしか。うわすごいな。ちょっとこの建物の中に入ってみましょう。これは、あ、ちょっと待って、ここ無理だ、入れない。これプールになってる。わかります？ちょっとね光がね足りないから、ちょっと待ってね、調整しよう。ここね、まあ何かの工場跡なんだろうけど、これね立派な建物なんだけど、これ水がめちゃめちゃ、なんかトンボの、ん？魚みたいなのが住んでるな、中に。水がね、おそらくこれ水深30センチぐらいあると思う。魚が住んでる、ここ。どこから入ってきたんだ？なんか隣にね、川があるから、この川の水が流れてきてる？ひょっとして。ここもおそらく何かの工場だったんでしょう。扉がね、すごくね、鉄製で頑丈な扉がついてるんで、まあ、5000人ほど火薬製造に従事してたらしいので、もっと規模あってもいいと思うんだよな。やっぱこの扉がすごい開いてるけどね、もうほんと中ね、わかるでしょこれ、あそこのね、窓みたいな空間、あれがね、水面に反射してね、綺麗に映ってるんですよ。ここの中ね、プールみたいになってる。水深はおそらく3、さっき言ったように30センチぐらい。だからちょっと中入れません。中はね、まあ、ガランなんですけど、すごい趣のある建物です。おそらくここも、当時は工場か何かだったのかな？これだけの規模だから。ここね、魚が住んでるの。これ後で、おそらくね、4K のこのビデオカメラ、ソニーの FDR-AX60 っていうのを使ってるんですけど、僕さ、動画撮影は。これだとね、ちょっと水面がうまく撮れないので、後で、ミラーレスの一眼レフで、この物件は綺麗に撮影したいと思います。このカメラって手ぶれにはいいんだけど、ただまあ僕の撮り方もねまだ下手くそなんで、ああこういう感じか。すごいね、でも扉が全部鉄だから、やっぱりここ爆薬の製造プラントだったのかもしれないね。ただその戦時中の建物がね、いまだにこうやって残ってるっていうのは、なんかすごく感慨深いものがあります。これ以上はもう奥はないか。すごいね、だけど残留物もないし、まあ特に面白みはないかもしれないけど、
ここがやっぱり当時の戦時中の重要な軍需拠点だったっていうことなのでね。ただここで製造された人間魚雷の爆弾でね、多くの若い命が戦地に散ったっていうことを考えるとやっぱりちょっと寂しいですよね。気づかなかったけど、これ当時の伝統なんだろうね、これは。そっか、これ川があるけど、最後にちょっとこの川渡って、このさらに奥、ここにもね、獣道がある、獣道じゃない、人が歩いた跡あるから、この先にも誰か行ってんじゃないのかな。あ、すごい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 、もうやだ、ここで終わりかな。でもよいしょ、あ、もうここで終わりだね、道がなくなっちゃった。はい、まあとりあえずでもね、これ鉄製の扉で、コンクリートの建物でね、鉄製の扉で頑丈に固められてるので、この規模だし倉庫っていうこともないだろうから、ここはおそらく工場だったんでしょうね、火薬のね。なかなか大きいですよ、ここ。今はね、中も水が張っちゃってプールみたいになってます。ついでに中に魚が泳いでた。生きていけるのかな、餌があるのかどうか知らないけど。はい、じゃあとりあえずね、ロシア病院、おそらくこれで移行は終わりだと思うので、次の場所に向かいたいと思います。今日は舞鶴の、軍需拠点3カ所を回ろうと思っているので、この物件はこれで終わりにしたいと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。